じっと何かを見つめる男性。視線の先にあるのは為替の値動きを伝える電光掲示板です。あ、131円です。午後0時半です。1ドル131円台となりました。再び円安に触れた為替相場。きっかけは今日の日銀の決定です。金融市場調節方針について長短金利操作の運用も含め現状維持とすることを全一致で決定しました。昨日から開かれていた日銀の金融政策決定会合。 0.25% 程度だった長期金利の上限を 0.5% 程度に拡大した現状の金融緩和政策を維持することを決定しました。金融緩和を再修正という見方もあった中、維持の決定に反応したのが対ドル円相場。午前10時頃には1ドル128円台を記録していましたが、日銀が会合の結果を公表し政策の維持が伝わると途端に急落。一時131円台とわずかな時間で円安が進みました。こうした為替相場の変動は立場によって受け止めは様々です。壁一面にワインがずらっと並んでいます。こちらフランスのワインですね。で、あ、お隣はイタリアのワイン。もう世界各国から集まっています。アメリカやヨーロッパ産を中心に800種類ほどの輸入ワインを扱う名古屋市昭和区のワインショップ。去年の春以降円安などの煽りを受け2割前後の値上げに踏み切りました。円安の影響を感じ始めたのはいつ頃から？どうでしょう、やはりここ1年、急激に輸入するたびに価格は上がってます。年末からの円高傾向で仕入れ価格に変化はあったのでしょうか？円高傾向にも傾いてきています。はい、今現時点ででは円高が反映されているかというとそういうことではなくて、この店では仮にワインの仕入れ価格が下がっても販売価格に還元できるのは半年ほど先。さらに燃料費や製造コストの高騰は続いているため先行きは不透明だといいます。まあ、期待が大きいかそれともちょっと気持ちとしては葛藤が大きいかどちらですか？現段階で正直申し上げると葛藤の方が大きいですね。はい、すぐにそれが価格に実際に反映されるかというと、まあ、我々はそれを大いに期待しますけれども各企業様の思惑があるので。円高傾向の影響が早速出ている場所もあります。旅行代理店です。海外旅行は間違いなく動き出してきたなという実感はありますね。滞在費用が現地でものすごくかかるだとかっていうようなことがいろいろ取り沙汰されておりましたが、だいぶ円高に触れましたので選択はしやすくはなってきてるんじゃないかなっていうのは感じますね。今月入った海外旅行の申し込み数は今日の時点でおよそ50件。このペースでいくと100件の大台も視野に入るといいます。実際今日もハワイ旅行を考えているという家族が訪れていました。結婚したのがコロナの時期で結婚式とかできてなかったんで、まあ、新婚旅行も、行けてなかったんで子供もちょうど1歳になるんで、はい、一緒に、行けたらいいよね。反対に円安を歓迎する立場の人も。僕アメリカに住んでるんで日本に帰ってくるときに円安の方が嬉しいんですけど、ドルに換算するとこんなにするんだ。昨日中部国際空港に降り立ったアメリカデトロイト便の乗客。普段ドルで生活しているアメリカ在住の人にとっては円安の方がメリットがあります。ドルで日本のものをいっぱい買いました。まだ今ドルを持ってるのでちょっと円安のまましばらく行ってその後円高になってもらえたらなと思ってます。
今回大規模緩和の維持を選んだ日銀の狙いはどこにあるのでしょう。日銀が仮にですね、今日さらに利上げをするということになっていると、さらに円高方向に加速したと思われますので、急激な相場の変動、株価もそうですけれども為替も変動して、消費者物価がさらに上がるということを避けたいというふうに考えていると思いますので、避けながらも若干長い目で見ると円高方向の方に持っていきたいと、それによって物価を安定させたいという、そういう狙いがあるというふうに見ています。はい、今回の発表でメリットデメリット、さまざまなことがあると思うんですけれども、中京大学経済学部の内田客員教授に今後のことをお話し伺いました。為替相場は1ドル131円台となるなど、今日は一時的に円安となりましたが、長期的には緩やかな円高傾向になる、そして120円台くらいの円高が進むのではないかということなんです。そして気になる家計への影響なんですけれども、大幅な影響はないと見られるということでした。去年はまさにこの円安の1年といった年でしたので、今年の動向が注目されますね。確かにその円安円高どちらに触れても立場によって捉え方は様々だと思うんですけれども、今回の日銀の維持という決定はどういうふうに見られてますか。私は全体的には良かったのかなと思っています。確かに主婦の目線でいうと円安に一時的になりましたから、また物価上がるのって思っちゃうんですが、ただ金融引き締めを行いますと、やっぱ経済活動っていうのが抑制されますので、将来的なその物が売れない、そうすると企業が儲からない、賃金に反映されないということを考えると、将来的にやっぱりその賃金のことを考えれば景気がやっぱり落ち込むっていうのは避けた方がいいのかなと思ってますね。昨年は特にその円安になったのはまずウクライナ情勢を受けて、はい、物価が上がり、かつ燃料代も高くなったり、でそれに対してアメリカと日本の政策というのはちょっと違いがありましたので、その影響で為替が非常にこう円安に進んだんですけれども、今年はウクライナ情勢も少し落ち着いてきて、で物価の上昇も落ち着いてきてますので、去年よりはそこまでじゃないんじゃないかというふうに言われますので、このままで良かったのかなと思ってますね。あとは本当に物価が上がっても賃金さえ上がってくれれば、私たちの暮らしも少しは楽になるんですけどね。